皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。今回の動画はいきなりのお詫びと訂正からのスタートです。私がのんびり屋の河原ひわさんだと思い込んでいた野鳥は河原ひわさんではなく、実は大河原ひわさんだったことが判明しました。ここに訂正してお詫び申し上げます。大河原ひわさんの身体的特徴はご覧いただいているように、風切り羽の外側にある3列並んだ白斑が河原ひわさんに比べ明らかに幅が広いのです。大河原ひわさんたちは夏に北海道よりも北にあるカムチャツカやシベリア、中国北部で繁殖し、冬になると北海道や本州に渡ってくる鳥です。河原ひわさんが本州よりも涼しい北海道で繁殖し、秋になると北海道よりも暖かい本州に移動していく時期に重なって、北海道よりも涼しいカムチャツカやシベリアで繁殖した大河原ひわさんたちが秋になるとカムチャツカやシベリアよりも暖かい北海道に渡ってくるのです。つまり今頃の時期は河原ひわさんと入れ替わりで大河原ひわさんがやってくるという、なんともややこしい季節なのでございます。名前に王がつくだけでなんか大御所感を醸し出しているように聞こえてしまうのは私だけでしょうか。体の大きさはスズメさんと見比べても大差ないので、河原ひわさんと比べても特に大河原ひわさんが大きいこともないようです。食いしん坊のスズメさん。日本にはスズメと乳内スズメの2種類がいますが、ほっぺにある黒いチークの部分を乳と言って、ほっぺが黒くないスズメを乳がないから乳内スズメと言います。普通のスズメさんが人間の近くで生活しているのに対し、乳内スズメさんは人里から離れた場所を好んで生活しています。食いしん坊スズメは自分のご飯を食べずに他の鳥のご飯を横取りします。そういえば河原ひわさんを後ろから見た場合、風切り羽の端にある白い帯の部分が左右重なると可愛らしい白い縁取りのハートマークになることを思い出しました。そんな余談はさておき、この大河原ひわさんたちも今後さらに南に向け移動していくのでしょうね。というのは毎年10月の終わり頃までは河原ひわさんの姿を見ることがあっても、11月に入ってしまうとその姿を見なくなるからです。多分冬直前に私が見ていたのはこの大河原ひわさんだったのだと思いますが、真相は分かりません。河原ひわさんの足に大河原ひわさんがいることは知っていたのですが、今まで特に調べようともしなかったので大河原ひわさんの存在を全く気にしていませんでした。今回動画を編集していて、あれ見慣れた河原ひわさんとは何かが違うと思って調べてみたら、ビデオに映っていた野鳥が大河原ひわさんだと分かったのです。去年は五十からさんと白原五十からさんの違いに悩まされ、今年は河原ひわさんと大河原ひわさんの違いについて学びました。五十からさんと白原五十からさんの違いを見分けるよりも河原ひわさんと大河原ひわさんの違いを見分ける方が簡単ですね。私なりの見分け方は、後ろから見た時に尾羽の上にはっきりと白い縁取りのあるハートができるのが河原ひわさんです。もし違っていたらぜひコメント欄でご教授ください。毎朝餌を食べに来る河原ひわさんは南に向け移動していった仲間にはついていかず、1羽だけで釧路に取り残された河原ひわさんがいると勝手に思い込んでいましたが、今回の件で1羽だけ取り残された河原ひわさんでないことが分かって安心しました。ビデオを見る限り餌を食べに来ているのは1羽ではなく仲間も一緒にいるようです。大河原ひわさんにとって釧路は長い旅の途中の中継地なのかもしれません。さて本日の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が気に入っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。したっけね。